今中房の登山口にいます。なんか土俵というか看板が変わったようで、この新しい看板が立っていますが、ちょっとなんか風情が、前の方が僕は好きだったですけど、まあこんな感じで、今日はですね2022年の12月30日で、僕たちはですね、つばくろ岳の登山教室で、今日は中房温泉に、泊まります。でもう今お風呂入ってきて、ちょっと散歩中なんですけども、ちょっと皆さんにですねお話ししたいことがあって、今一人で登山口に来て今喋ってます。昨日の夜ですね、29日の夜に、まあ夜にというか、朝10時ぐらいに、穂高のですね宮代ゲートを出た登山者がいて、おそらくそこから早くても3時間かかるんで、3時間後だから1時ぐらいにこの登山口について、登山を始めたと。でその方は今日その日の夜にですね円山荘に泊まる予定で予約をしていて、1時にここを出てですね、夕方の4時ぐらいに第3ベンチから富士見ベンチの間ぐらいでということで、なんか円山荘に連絡を入れたのかなんかわかんないんですけど、なんか連絡があって、ということで、最終的には円山荘に到着しなかったということで、今日の朝からですねおまりさんたちがいろいろ その聞き込みとかをこの登山口降りてくる下山する人に聞き込みながらですね、注意深く、その方の安否を、気遣っていらっしゃる。で今はおまりさんたちは戻ってちょっと立て直すということで、まあどうなってるかですね確認作業をしていると思うんですけど、それとまた別に29日の、夜7時ぐらいだったかな、僕は自宅にいたんですけど電話がかかってきまして、ガクトの SOS の携帯電話に電話がかかってきまして、それは栂池白馬のですね栂池に、バックカントリーで出かけた2人が、戻ってこないということで、その2人からも連絡があって、なんか沢を間違えて降りて分かんなくなったんで、まあ、救援を頼むっていうようなことを言ったのかどうか、でそのお友達の方が LINE かなんかで対応できたのか、通信ができたのか電話なのか分かんないですけど、まあ、そういう感じでお友達の方が警察に相談して、ただもう夜だったので警察は行けないということで、明日の朝、今日の朝ですね行ってるかどうかちょっと分かんないですけど、でそのガクトに電話かかってきたのは、その後の対応ですねどうしたらいいかということでアドバイスは求められて、でまず連絡今つかないと、今電源切ってるかなんかで連絡つかないんで、連絡ついた時にどうすればいいか、もし降りれるようだったら降りればいいのか、そのままね降りれるようだったら本人たちを降ろせばいいのかっていう相談を受けたんですけど、僕はですねまあその夜対応できるかまずどうかなっていうことで、ただそのスキルはあるらしくて、まあ、スコップを持っていると思うんですけど、穴掘ってそこで1日過ごしたんであれば、まあ、昨日はそんなに冷え込まなくて雪も降ってなくて、そんなにまあ生きてはいけるぐらいの天候だったん で今日の朝も比較的暖かいなっていう感じだったので、もし部は無事だったらですね、もし連絡つけばまずその本人たちが警察に電話をしろと、まあ、連絡をしろと連絡つけばですけどね、それで警察の指示を仰ぐと。で一番やっちゃいけないのはそのまま黙って下山をして、で行方不明になる方がね本当多いんですよね。その前の夜は家族とか、警察とかに連絡はしたけども、次の日捜索に行ったら、いなかったと、その場所に。でもうどこ行ったか分かんないっていうようなケースが結構多いので、まあもうしょうがない、こうなったら警察の指示を仰ぐしかないし、その場にいた方がいいので、そういうふうに、そのお友達には伝えるようにねアドバイスをさせてもらったという感じで、まあそこもどうなってるかねちょっと分かんないですけど、でそれはですね、それで僕が言いたいことはですね、まあ登山していく中で特に冬山なんかはですね、まあ僕の経験、まあいろんな人の経験とかあとタイミングとかいろいろあるんですけど、その人たちのスキルとかどんな山行くかにもよるんですけど、まあ時々やばいなっていうことはありますよ、僕らでも。でそれをいかにその
今まで経験したこととかトレーニングしたこととかスキル、まあ、知識とかですね、そういうものでなんとか乗り切って何もなかったかのように降りてくるんですけど、そういう時にそのスキルがあるかないかで、変わるんですよね。ただ誰かに連れて行ってもらって冬山で、まあ楽しくワイワイと帰ってこれたと、じゃあ自分は冬山も大丈夫だっていうことで、あのそのいろんなスキルとか道具装備類をですね、持たずに山に入って、で何回かに1回、100回に1回なのか10回に1回なのか、1000回に1回なのかわからないですけど、どっかのタイミングでやばいなっていうことは僕も何回か経験してるし、他の人たちも結構経験してる、ガイドさんとか救助隊員たちも、趣味で山に登ってて、まあ、遭難しかかったりとか、実際にもう警察に助けてもらった人たちもいるし、そういうことが必ず起こると思って、まあ、この冬は特にですね、何かあったら本当に命取りになることが多いので、そういった時にいかに、じゃあルートファインディングですね、このルートを選ぶ、見定める方法とか、あとはどうしても時間がなくなって一泊しなきゃいけない時にどうするかっていうとこで、それまでの間に何かしなきゃいけないんですけど、それまでにどう対応するかとか、どう変更するかとか、そういったものはやっぱ経験もそうですけど、知識とか、そのスキルっていうものが非常に大事で、それがないと、まあ、その昨日一晩山の中で明かしたですね、この合戦小屋のあたりかどうか分かんないですけど、人はどうなっているかまだ安否が確認されてないようなので、ちょっと分かんないんですけど、その人たそういうことがあった時にいかにこう対応できるかっていうことが、あのそこがもうね、次の年越せるかどうか、明日大晦日なんですけど、この年を越せるのか、2023年を迎えられるのかってところに変わってくるので、まあ、そういう面もですね、ちょっと皆さん、まあ、ワイワイと、まあ、雪山登山とか楽しむのはいいんですけど、そういったトレーニングっていうのをあのしっかりとやっていただきたいなと思います。まあ、ビバークをしなきゃいけない時とか、まあ、とにかく時間管理をちゃんとして、その時間切れにならない、で竿を間違えたっていう方も、まあ、今スマホでいろいろ GPS 機能とか使えるんですけど、まあ、そういったものを注意深くですね、どの沢を降りるのかっていうところも確認しながら、その勢いとか、ノリであの滑っていかないで、しっかりとあの確認しながら降りてい、くような感じで、そこで何かあってもすぐに気がつけばある程度リカバリーできたりとかするんで、まあ、どうしようもなくなってしまうとか、どこにいるか分からないで夜になってしまうっていうような事態にならないためには、ある程度のスキルが必要と。そのためにはトレーニングですね、いろんな、訓練に参加したりとか、講習受けたりとか、そういうことから始めていただければなと思います。今日もまあ僕も、このバックカントリー穂高、冬山の講習なので、講習に参加者が5名、僕も含めて6名、明日ここ登山するんですけども、そういったことも含めて、まあ、どういった時にどう判断するとか、そういったことも、学んでいただければなということで、やってます。また年明ければ雪上訓練とかも開催しています。その時もいろんな天候があったりとか吹雪いたりとか、そういう時に、どこが限界なのか、どういう時にはその行動していいのか悪いのか、そういう時にはそのどうエスケープするとか、どうリカバリしていくかということも、掴んでいただければなということで開催していますので、まだ募集というか受付をしていますので、もし2月3月はまだ空いていると思うので、もしよかったら参加して、そういったですね、ちょっとでも何か役に立つ自分のスキルっていうのを高めていただいて、いざという時にですね、いろんな引き出しから自分のその安全に対してですね、対応できるようなものを引き出して、使えるようにしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日は中房登山口からお届けをしました。天気はですね、非常に良くて、もう青空が朝から広がっていて、非常に暖かくて、風もそれほどなくて、雲見ればわかるんですけど、非常に穏やかな冬山になっています。明日はどうなるでしょうね。あのだいたい前の日に天気が良ければ、次の日はちょっと、崩れてきたりとかすることもあるんですけど、ただ大崩れはしないと思うので、明日に関しては楽しく登れると思います。で、一応ですね、上で2泊して、2日の日に下山する予定で、2日に下山したらですね、まず車屋さんで、蕎麦をいただいて、その後解散して、帰宅したいと思っています。
でその後はですね、ちょっとまだ解決していない、捜索の案件があるので、そこの対応に当たりたいと思います。まあ、いろいろ今はですね、状況確認というか情報を集めているところで、あとはそのどうやって、捜索するかっていう、作戦ですね、そういうのも今考えているところ。まあ、雪に埋もれている方なので、まあ、金属探知機とか今いろいろ調べてるんですけど、金属探知機もね、おもちゃみたいなやつもあるし、 Amazon で売ってるような何千円とか2万円3万円とかのもあるし、業務用に使っているような建設屋さんが使っているようなものもあるし、また軍隊とかですね、地雷を撤去するための地雷を探すための、探知機もあるみたいで、高性能なやつだと1メーターぐらい土の下に埋まっている鉄の板とかを見つけられるということなの で今は、その金属探知機をですね、今探しているところですね。で、できればまあ、使えるかどうか分かんないですけど、その使えるのかどうかも含めてですね、まあ、いろいろ、研究していきたいなと思ってて、でそれでもし使えるようだったら早速その、捜索の、段取りを決めてですね、そこに投入したいなと思っていて、今そんな感じで、まあ、年が明けても、そういう対応の方に、当たる予定です。皆様もですね、まあ、やっぱりね、こう道具、いい道具、マムトの例えば上下のウェアがあっても、かっこいいピッケルがあっても、アイゼンがあっても、かっこいいですねスポルティバのこうブーツがあっても、やっぱりね、一番大事なのは、知識と経験と、技術という、自分のスキルですね、その装備っていうのを持てるようにですね、いろいろまあ、習うところは習う、教えてもらうところは教えてもらうっていうようなことで、であとはコツコツと経験を積んでいくというような感じでお願いします。ということで、皆様の、その、まあ、雪上訓練をやってるんですけど、それもまた一つのスキルであるし、またそういうことの練習を積み重ねることで、この急斜面に来た時に足がすくんだりとかですね、ビビったりとかですね、余計なバランスを崩したりとかですね、そういうことにならなくて済む、自信持ってちゃんと歩けるっていうようなところでもまた全然変わってくるんで、ぜひですね、まあ、トレーニングっていうものは怠らずに、登山を楽しんでいただければなと思います。それではまた。